はい、クラチャンネルです。今日は遠征じゃないんですけど、里帰り福岡まで来てます。前方は遠賀川、1時間で勝負。ではスタート。これは濁ってんの全然わかんねえな。リブはライトイカ、猫ですね。ライトイカの猫、ちょっと進化を下につけてみました。なんか沈んどるところがあるんだろうね。何がどこに何があるんか全くわからんけど、こんなんスピナービートとか巻いた方がええんじゃないここにバスボートもしております。もう時間がね、10時ぐらいなんですよ。多分ピンでなんかあるんでしょうかね。情報も何もないし、場所がわからないんで。あ、手中指がいる。ほんと、あ、どこ行った、どこ行った。あ、どこ行った。あ、両手じゃないと無理。手長エビゲット、挟まれてるけどね。ごめんなさい。お前、ね、手長エビがいっぱいいるね。エビ食ってんのかな。魚探見てピンでなんか狙ってんだろうな。いいなレモンポート乗りたいな。今日は里帰りなんで、竿もこの2ピースのスピニングを1本だけ持って帰りました。もうライトイカはあれですね、あの、ゲーリー製品っぽいな、っぽくないですね。針が、なんか、ワームに針がある。ゲーリー製品で、なんかこう、どう言ったらいいんかな、ちょっと、ぽっちゃり系、ぷにょぷにょしてる感じじゃないですか。これは、ちょっと、20代の肌、若い。あれ、ここにもラインがあるじゃない。どこもゴミもあるね。ちょっと拾っとくか。もうどこどこがいいですよっていうのを聞いとけばよかったんですけど、あんまり長いこと今日ちょっとできないんで、1時間ぐらいしかできないから、もうね、ポイント聞いてもあんまりゆっくりできないかな。何も聞かずに来たんですよね。あ、そうなの。ああ、豚があるね。でもそんなたくさんないよ。あと20分やな。
さて、舐めてるな。1時間で釣る。